ですか。めっちゃ痛いですね。痛いですね。あーそこら辺から、あー痛いですね。こうなんかあんま痛くないですね。さっきよりは痛くないですね。そうですね、さっきより全然痛くないです。ご視聴ありがとうございます。予約屋の花澤です。本日初めてのお客様、若い男性なんですけど来ていただきました。こんにちは。こんにちは、はい、今日は初めてこちらご来店いただいて、ね、はい、ありがとうございます。年齢とご職業と、はい、でどこがお辛いか、はい、教えていただけますか。はい、年齢は22です、はい、で今年23になります。はい、職業は IT 系ですね、はい、ずっとパソコンいじって、はい、まあ、プログラマーって感じで8時間ぐらい座ってパソコン見つめてって感じになります、はいはい、主に、まあ、肩きついですね、はい、右肩の方が気になりますか。ああどうすかね。あでも結構右利き系とか関係あります、はい、利き側が、まあ多分結構、はい、そうですね、右のが厳しい。今年入社されて、今年そうですね、4月入社で、はいはいはい、で本当に入社してから、はいはいはい、凝ってきたって感じですね、はい、なるほど。今まではそんな肩こりって、あ気にしたことなかったですね、全然。なるほど、はい、わかりました、ありがとうございます。ちょっとお体を、はい、あの今どういう状態なのか見ていきますね、はいはい、ちょっと座ってる時にちょっと猫背だなっていうのは思ったんですけど、そうですね、ちょっとこの後腕後ろに丸みがお背中ちょっと強く出てますね、はい、それでちょっと今骨盤のところで見ると、うん、こちら少し右の方が高い状態ですね。押されて痛みとかはないですか。痛くはない。痛くはない気がしますね。痛いのかな。ちょっと違和感がありますかね。張り、ね、はい、が少しありますね。で、肩甲骨で見ますね。そうですね。肩甲骨もちょっと今少しなんですけど、右の方がやや下がってるので、はい、でこちら右が高くて。あの骨盤だと右が高いで肩甲骨だと右が下がってるってことなので、はい、こちら側の方があのこうちょっと詰まってるっていう感じですね。縮んでるような感じになるかと思いますね。で足の長さ見ますね。楽にしていただいてですね、ちょっとやっぱり右骨盤が高かったので、はい、足の長さも右の方が少し短い状態に今なってますね、はい、ここに乗りますよね、はい、あのピタッと合わせようと思うとちょっと引っ張らないとそのままにしちゃうとここに来ちゃうので、はい、っていう状態なので少し右があの高い上がった状態で足も短いっていう状態ですね。で痛みのチェックをしていきます、はい、ちょっとつまんでいきますね。痛くないですか。めっちゃ痛いですね。痛いです。そうですね。こちら右の痛みですね。左側やりますね。左も結構痛いですね。痛いですね。はい。どちらも痛い。どちらかというとこっちの方が痛いですか。そうですね。右の方が。はい。首見ますね。すいません。ここかでここですね。でこっちと。比べてみてどうでしょうか。あ、はい、いやでも右のが痛いような、右のがちょっと痛み強い、はい、はい、そうですね、ちょっと凝りがこっちの方がここですよね、はい、ありますね。でふくらはぎも見ますね、はい、ではちょっと左足痛くないですか。ああ、なんか下の方に行くと痛いですね。下の方が痛い感じ。はい、この辺から痛い。ああ、そこら辺から、ああ、痛いですね。結構痛いですか。はい。はい、右見ますね。右も下の方が痛いですね。右の方がやっぱちょっと痛み強いですかね。はい、ここ硬いですね。どっちか
って言うとどうですか、やっぱり右になりますかね。痛みが、はい、はい、ありますね。はい、じゃあ、右側の肩首とふくらはぎ痛かったので、うん、右側の方から揺らしを行いますね。優しく揺らすだけなので、うん、多分大丈夫だと思うんですけど、嫌な感じあったりしたらおっしゃってください、うん、あとこちら手を、すいません、うん、両手をこう上に上げていただいていいですか、うん、そうですね、で楽にしてください。今までに整体とかお受けになったことはないですかね。あ、ないですね、
5分ほど揺らしを行いましたので、腕楽に下ろしていただいて、さっきと同じようにしていただいて大丈夫です。はい。では改めてチェックしてまいりますね。右の肩ですね。同じようにつまんでますけれども、いかがですかね。なんかあんまり痛くないですね。はい。左ですね。どうでしょうか。ああ、なんか左の方が若干痛いかなって感じしますけど、はい、さっきよりは痛くないですね。はい、痛くない。はい。で、首ですね。こちらと、こちらと、どうでしょうか。ああ、痛くないですね。はい、こちら、どちらも痛くないような状態ですかね。そうですね。はい。ふくらはぎを見ますね。押しますね。この辺りから痛かったところですが、どうでしょうか。そうですね、さっきより全然痛くないです。はい、こちらが、はい、緩んだ感じですね、痛みね。で、右やっていきますね。この辺から痛かったところですが、どうでしょうか。痛くないですね。はい、はい、体が歪みが矯正されたかどうか見ますね。はい、少しこちらまだ短い、右が短いんですけど、さっきと比べるとだいぶ改善されてますね。はい、さっきよりもそうです、ピタッと起きやすいですね。はい、まだ若干あるんですけど、先ほどよりも埋まってますね、差がね。で、骨盤の高さで見てもやはり先ほどよりも揃ってきている状態ですね。少し右が高いですけれども、先ほど多分あとこう押された時の違和感っていうのも和らいでないですかね。はい、はい、柔らかくなりましたね、腰が。で、肩ですね、肩甲骨の高さ見ますね。あ、こちらもだいぶ良くなってますね。あまり差がなくなりました。